つけ男に回ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃない。あなたは私をどうしたいの。時間なんてねタダじゃないんだし、響かない言葉並べないで、惨めなとこを見せないで、このまま返してもいいの。じゃないよ全然始まりそうになんかない。ねえしやすくて冷めやすいんだ俺、そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に共通点探ろうとしてるが、当たりさせないでもうこれ以上追いかけたくなる。裏切りさせてよ、あなたは私をどうしたいの。隠してるわけじゃなくて、静かにさせてこんな私を。